ワルソー市内にある歴史的なコスキアスコ郡、コートハウスビルコスキアスコ郡は、アメリカ合衆国インディアナ州に位置する郡である。2000年現在、人口は74,057人である。この郡庁所在地は、ワルソーである。主要記事、コスキアスコ郡の歴史アメリカ合衆国統計局によると、この郡は総面積1,436平方キロメートルである。 このうち1392平方キロメートルが陸地で44平方キロメートルが水地域である。総面積の3.04%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口74,057人、27,283世帯、及び19998家族が暮らしている。人口密度は53。 平方キロメートルである。23平方キロメートルの平均的な密度に32,188件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人94.58%、アフリカン・アメリカン0.60%、先住民0.25%、アジア0.55%、太平洋諸島系0.01%、 その他の人種2.94%及び本欠1.06%である。人口の5.03%がヒスパニックまたはラテン系である。南部コスキアスコ郡はシルバーレーク近くのビーバーダムレークに似た小さな湖が点在している。この郡内の住民は27.80%が18歳未満の未成年18歳。 以上24歳以下が8.70%、25歳以上44歳以下が29.00%、45歳以上64歳以下が22.60%、および65歳以上が12.00%にわたっている。中央値年齢は35歳である。女性100人ごとに対して男性は99.70人である。 18歳以上の女性100人ごとに対して男性は97.30人である。この軍の世帯ごとの平均的な収入は43,939ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は49,532ベイドルである。男性は36,209ベイドルに対して、女性は23,516ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は19,806米ドルである。人口の6.40%及び家族の4.40%は貧困戦以下である。全人口のうち18歳未満の7.10%及び65歳以上の7.90%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。